ってまいりました。9月場所が昨日初日を迎えまして、大入り満員でございまして、久しぶりに3人の横綱が戻ってきたというね、やっぱりこれやないとなと思いました。もちろんね、横綱が不在、3人もいてんのにみんな休みやった場所がありました。先場所そうでしたけれどもね、まあ、それはそれでまた御嶽海が優勝するという、なんかちゃんと役者が次々出てくるな、大相撲ってようできたんな思って感心しながら見てたんですけれども、やっぱり横綱いてくれた方がいいですよね。横綱がいて、強い大関がいて、そこを脅かす三役がいて、三役を狙う前頭のね、筆頭2枚目3枚目がいるっていう、もう番付通りのこう勢いがあるっていうのが面白いんやなって昨日はつくづく久しぶりに楽しみましたけれども、今場所なんと言いましても稀勢の里です。横綱稀勢の里が出場するかどうか、まあ、これは早々と出場すると言ってましたね。もう先週に言ってまして、4場所ぶりに出場。まあでも言ってみても去年一昨年ぐらいからもう全部務めたっていう場所がほとんどないわけですから、平成29年の春に優勝して、それから29年の夏からこっちは途中休場全休含めて今場所進退をかけて出てきたという、もう今日ね、スポーツ新聞は一面は2段大坂直美です、優勝カップにチューしてる写真、相撲どこも書いてくれてへんのちゃう、中見たらないんです、ちっちゃい記事もないんです、書いてくれてないの思って、はぁってため息つきながら閉じたら裏一面が稀勢の里でした。よかった、書いてくれてました皆さんね。復活の 3.6 秒と書いてるのはスポーツ報知なんですけれども、237日ぶりに勝ったとも書いてあります。まあ私も昨日ね見てて思ったんですけど、大関になるなる言うてなられへんかった、なかなかなられへんかった、師匠が亡くなって次の場所で奮起して大関になって、横綱になるなる言うてなかなかならへん、ならへんのかいな、もうならへんのか、なる気ないんかいなって思ってたら、なんか強い横綱をポイと買ったりする、どないやの思って、やっと横綱になってくれて、やっと横綱になったな思ったら、なったらなったでまたこっちはもうずっと心配してなあかん、休むんか出るんか、無理しないや、もう治ってへんねやろ、もう納得いくまで休んだらええでと思ってたら出る言うし、もう出てきたらまた休むし、もうこの人ほんまに人の気をそらさん人ですね、ある意味ね、ずっとこの人のことを考えてなあかんっていう相撲ファンは、言うてみたら昨日もそうですよ、もうね支度部屋でねずっと汗流してたんですって、で付け人はずっと周りでこう立って見てるそうですわ、それ見てますよね、横綱が汗流してるんですから緊張しますよ、もちろん本人緊張してると思うんですが、周りももうピリピリしてると思います。早めに場所に入ったんで割と場所が広かったんだそうです、支度部屋の、でも思いっきり体を動かしたそうなんですけどね。で花道の奥に稀勢の里が現れますね、 NHK のカメラが狙いますよ、どんな顔してんねやろ、割と落ち着いてますね、入ってきます、入ってきたっていうのを会場がこう察すると、だんだん稀勢の里が来たで来たで来たでみたいなのがこう広がっていくんですね、会場内に。あれ偉いもんですよね、ライブ会場ってあんな感じですよ、稀勢の里やで稀勢の里やで稀勢の里やでみたいな、土俵で相撲取ってんのに他の人が稀勢の里へ来たでみたいな、で土俵下でねこう待ってるわけなんですけども、瞬きしてへんかとかね、緊張したらあの人なんか目向いたりとか、瞬き何回もしたりするでしばしばとかって、そんなも気になって見てますよ、ずっと顔あんまりしてなかった、あんまりしてなかった、ギューって瞬きのパシパシっていうのもしてなかった、割と落ち着いてんのかな。でまあやっと呼び上げられて上がるわけですが、相手は勢い関は立ち合いでねこう体をかわしたりとか変化したりしないですから、真っ向勝負、さっきもお便りいただいてましたけれど、真っ向勝負なんで、ある意味なんていうんですかね、いらんこと考えんとボカンと当たっていけますから、稀勢の里の初日にはちょうど良かったんじゃないかなと思って、逆に変なこと考えていいですから、体の圧力もちゃんと勢いに伝わってました、稀勢の里ね、立ち合いから。で殿下の宝刀といいますか、命綱の左もスパッと入って、回しも取れて良かった、これも良かった。あとですね、そのままもしかして頭押さえつけられてつんのめるんちゃうかと思ったら、足がついていきました、よかった。これこのままね足がついていかへんかったらどないなるかなと思ったんですけれども、この足がついていったというのには実は断食したからちゃうかって書いて、これどこの日刊スポーツが書いてます、
稀勢の里のお父さんがなんか本見てものすごい研究したんやそうです。お父さんって元アマチュアボクサーなんですね。怪我を治すには強い細胞が必要だ、細胞から生まれ変わるには断食が最適言うて、お父さんが自分なりに勉強して1ヶ月に1日だけほぼ何も食べない日を作って、その後も段階的に食事の量を戻すっていう手法を取り入れて、まあ、体重が増えるとやっぱり体に負担も増えてきますから、それがないようにという。ですから昨年の5月の夏場所184キロやった体重をじわじわと176キロまでに落としたんだそうです。このおかげかな、このおかげで足も動いたんかな、思いたいところですよね。せやけどもお父さんまで出てくるんですね。これにもちょっとびっくりしましたけれども、まあどんなお相撲さんも場所の巡業とは全然違いますから、場所の初日っていうのはやっぱり緊張するみたいですね。どのお相撲さんもマイク向けられたらそう言うてはりますけれども、もう稀勢の里は何と言いましても8場所ぶりに出てきて本場所の土俵に上がったわけですから、しかもみんなが見てる、みんなが気にしてる、もうずっと気にしてるんですけどね、相撲ファンはみんな一心にこう注目されてる中で、こうなんて固くならずにね、伸び伸びと相撲が取れるかどうかっていうの本人ももうドキドキやったと思うんですけれども、勝って勝ち名乗りをもらって、でまあ水をつける時ですかね、下に降りた時にこう目つむってましたね。北の富士さんが放送席で言ってました、誰もいなかったら泣いてるんじゃないのみたいなこと言ってましたね。まあ本当にちょっと一安心ですけれども、今日の相手は元気な貴景勝です。昨日鶴竜を振り回してましたからね、もう逃げますよ貴景勝は、逃げるというか走り回りますからね、これに合わせたらダメですよ稀勢の里、よく見ていきましょうね、よろしくお願いしますよ。ちょっと安心させてほしいです。もう序盤ねやっぱり上の方と割と当たりますからね、三役とか前頭の上の方と当たりますから、序盤をどういう風に乗り切るかっていうのが今場所の稀勢の里にかかってると思うんですが、まあ聞かれましたけど、昨日の相撲を見て稀勢の里はどうですかって聞かれたんですけど、全然わからないです、いいのか悪いのかも全然わからない、ただ昨日は足が動いてたからそれが良かったかなと思います。わ、他にもいっぱい吉風のうっちゃりとかも喋りたかったんですけどね、いやもう本当に役者は揃ってますんでね、今場所ね御嶽海も横綱が3人揃ったところでどんな相撲が取れるのかというのをぜひ楽しみに見させてもらいたいと思います。始まりましたね。以上、八旗より残ったでした。